小牧、長久手の戦い。小牧、長久手の戦い。小牧、長久手の戦いは、天正十二年、1584年3月から11月にかけて、橋場秀吉、1586年、豊臣市政陣営と、織田信を、徳川家康陣営の間で行われた戦い。終わり北部の小牧城、犬山城、角田城を中心に、終わり南部、美野西部、 美ノ東部、伊勢北部、紀伊、泉、摂津の各地で合戦が行われた。また、この合戦に連動した戦いが、北陸、四国、関東でも起きており、全国規模の戦役であった。名称に関しては、江戸時代の合戦期では、小牧や長久手を冠したものが多く、明治時代の参謀本部は、小牧役と称している。他に、小牧、長久手の役、 天正十二年の東海戦役という名も提唱されている。天正十年、1582年3月、織田信長、徳川家康は、海の国の武田勝頼を滅ぼし、甲州征伐上方に凱戦するが、同年6月には信長が、家臣、明智光秀によって撃たれる、本能寺の変。本能寺の変後には、織田家臣の橋場秀吉、 後の豊臣秀吉が光秀を打ち清す会議において対等し、有力家臣の柴田勝家とは敵対的関係となった。また、三河の徳川家康は、本能寺後、小田政権の承認のもと、小田医療の会、品野を確保し、五カ国を領有した天正寺因護の乱。天正十一年、1583年4月、秀吉は、大見静ヶ岳の戦いにおいて、 織田信長の次男の信夫を加えて、信長の三男、信孝を擁する、柴田勝家に勝利した。静岳の戦いの後、柴田勝家の医療の越前は、庭長秀に与えられ、摂津、大阪の池田恒之は、美濃を与えられ、大阪の地は秀吉が摂収し、同年暮れ新築した、大阪城に、信夫を含む諸将を招いている。天正十一年。 1583年に信夫は、秀吉によって、安土城を退去させられ、これ以後信夫と秀吉の関係は険悪化する。秀吉は、信夫家臣の津川義冬、岡田茂高、浅井長時、田宮丸の参加老を懐中士参加に組み込もうとするが、徳川家康と同盟を結んだ信夫は、天正12年、1584年3月6日に、親秀吉派の参加老を処刑した。 これに激怒する秀吉は、信夫に対し出兵を決断した。小牧の役にあたっては、紀州の西賀州、根頃州や四国の長祖壁元地下、北陸の笹成松さ、関東の北条宇治政らが、信夫、家康らと結んで秀吉方位網を形成し、秀吉陣営を圧迫した。天正十二年、1584年3月13日、家康が、 清洲城に到着したその日、小田氏府大の家臣で、小田軍に組みすると見られていた池田恒興が、突如、橋場軍に寝返り、犬山城を占拠した。家康はこれに対抗するため、すぐさま翌々日の十五日には、小牧山城に駆けつけた。三月十五日、池田恒興と共同戦とする森長吉は、金山城を出て、十六日羽黒、犬山市に、 池田勢より突出した形で着陣した。しかし、この動きはすぐに、徳川軍に知られ、同日夜半、松平家忠、堺中治ら五千人の兵が羽黒へ向けて密かに、出陣する。翌3月17日早朝、堺勢は、森勢を奇襲。堺勢の先鋒、奥平信政勢戦に対抗し、押し返していた森勢だったが、側面から入ってきた。 松平家忠の鉄砲隊の攻撃により後退し、さらに、堺勢二千が、左側より、背後に回ろうとするのを見て敗走した。森勢の使者三百余人という、敵襲の心配がなくなった家康は三月十八日、小牧山次郎を占拠し、周囲に、鳥出や土塁を築かせ、橋場軍に備えた。秀吉は三月十一日に、兵三万を率いて、大阪城を、 出発、3月25日に岐阜に進み、3月27日に犬山に着陣する。家康が小牧山城に入ってから秀吉の楽殿到着までの間、両軍が砦の集築や土塁の構築を行ったため、双方ともに手が出せなくなり、挑発や小ゼリ合いを除けば、戦況は、こ着状態に陥った。両軍は小牧付近にて、 対人状態に陥り、互いに相手の出方を伺っていた。四月四日、池田常之は、秀吉の元を訪れて検索した。兵を三河に出して、空虚を襲い各所に放火して脅威すれば、徳川は小牧を守ることができなくなるであろうと。五日朝、常之は、秀吉の元をまた訪れ、森長吉と共に、羽黒線の端をすすぎたいと述べた。秀吉は、 ついにこれを許可し、森長吉らを、主として、死体を編成してみ6日、三河西部へ向けて前進すべしと命令。死体は4月6日、夜半出発した。各隊の主な変装は、以下の通り、家康は4月7日に、橋場秀次勢が、篠のき、かすが上城城の周辺に、2泊宿営した頃に、近隣の農民や伊賀州からの情報で、秀次勢の動きを察知。 4月8日、地元の庭室に、水野忠重と、坂木原康政、大須賀安田から4500人が主体として、小牧を夕方に出発して、20時小畑城、名古屋市森山区に入り、付近の敵城を探った。家康と信尾の主力9300は20時、小牧山を出発し、24時小畑城に着陣。織田、徳川軍は、 主力の到着に伴い小畑城で軍議を行い、兵力を二分して括個に敵を撃破することに決した。九日二時、小田徳川軍師隊は、橋場秀次勢を攻撃戦と出発した。秀次勢は家康が小畑城に入った8日に後軍を再開し、九日未明には池田恒尾木勢が、庭市中、質疑の弟が守備する岩崎城、日清市の工場戦を開始する。 四重浦は前線したが、約3時間で落城し玉砕した岩崎城の戦い。この間、橋場秀治、森長吉、堀秀政の各部隊は、現在の終わり朝日市、長久手市、日清市にまたがる地域で休息し、新軍を待った。しかし、その頃すでに徳川軍は背後に迫っていた。岩崎城で工場戦が行われている頃、橋場秀治勢は、 白山林、名古屋市森山区、尾張朝久市に休息していたが、九日四時三十五分頃、後方から水野忠重、庭しにぎ、大菅安高勢、側面から木原康政勢に襲撃された。この奇襲によって、秀次勢は壊滅する。秀次は、自身の馬を失い、共回りの馬で逃げを伏せた。また、目付として付けられていた。 木下助久やその弟の木下俊忠を、はじめして、多くの木下氏一族が、秀次の大路を確保するために討ち死にした。橋場秀次勢より前にいた、堀秀政勢に、秀次勢の廃砲が届いたのは、約2時間後のことであった。堀勢は直ちに引き返し、秀次勢の廃山兵を組み込んで、日の木家に陣を敷き、迫り来る徳川軍を待ち構えた。 秀次勢を撃破して、勢いに乗った、徳川軍は日の木金、檜ノキガネ、ケネ、長久手あたりで、堀勢を攻撃したが、帰り討ちにされて逆に追撃された。徳川軍主体の死者2 8十余とも500人とも、言う。小田徳川本隊は、9日2時に、小畑城を出発して東へ大きく迂回し、4時30分頃県、道山付近を過ぎて、色金山に着陣。 そこで、別動隊の戦勝と敗退を知り、岩崎を通り富士がねえ前進して、堀秀政勢と池田恒興、森長吉勢との間を分断した。この時、秀政は、家康の馬印である金銭を冒険し、戦況が有利ではないことを判断、池田と森の援軍要請を無視して交代した。岩崎城を占領した池田恒興、森長吉に、 徳川軍出現の方が伝わり、両将は引き返し始めた。その頃、家康は、富士が根より先山に陣を構えた。右翼に、家康自身三千三百人、左翼には、井伊直政勢三千人、これに、織田信夫勢三千人。一方、引き返して退治した、常沖、森勢は右翼に常沖の着難、池田本助、の女、次男、池田照政勢四千人。 左翼に森勢三千人、後方に常沖木勢二千人が陣取った。四月九日午前十時頃、両軍が激突。戦闘は二時間余り続いた。戦況は一進一退の攻防が続いたが、森長吉が狙撃されて討ち死にし、徳川軍優勢となった。池田常沖木も事前の立て直しを図ろうとしたが、長井直勝の槍を受けて討ち死にした。池田元助も、 安藤直司に討ち取られ、池田照正は家臣に父、兄はすでに戦場を離脱したと説得され、戦場を離脱した。やがて、常起き、森勢は壊滅、合戦は徳川軍の勝利に終わり、追撃した後尾端城に引き上げた。この日の長くての戦いにおける、橋場軍の死者2 5 0百余人、小田徳川軍の死者594人という。秀吉は9日にとして、 小牧山へ攻撃を仕掛けている。午後に入って白山林の戦いの敗北が届き、秀吉は二万人の軍勢を率いて戦場近くの流戦寺に向けて急行した。しかし、五百人の本田忠勝生に後軍を妨害される。遊国、家康は小畑城にいるとの法を受けよく朝の攻撃を決める。家康と信夫は夜間に小畑城を出て小牧山城に帰還した。 秀吉は翌日この方を聞き、楽殿に退いた。長くての戦いが行われていた4月8日、橋場秀長が松ヶ島城を開城させ、城主の滝川武尻は浜田城、三重県四日市市に移って牢城する。また、森長吉の死後に手薄となった東能では、三河から徳川勢が進行し、4月17日には徳川家にいた。 遠山都影が丘陵であった、明治城を奪還している。その後、橋場勢は5月4日から、尾張の加賀野井城、奥城、竹賀花城を囲み、水攻めなどで順次攻略したが、信を、家康は、小詰め要請に応えず開城するように勧告し、6月10日に開城している竹賀花城の水攻め。秀吉は6月13日に岐阜城に立ち寄り、 6月28日に大阪城に戻った。これを受けて、家康も小牧山次郎、堺中治に任せ、清州城に移っている。泉では、同年3月から根頃、最下州及び小川寺首都が秀吉の留守を狙って、堺や大阪に攻め寄せており、岸和田城にも攻め寄せたが、中村和二と松浦総生がの末に、これを守りきっている、奇襲聖伐。 しかしながら、この泉の攻防により、秀吉は6月21日から7月18日、7月29日から8月15日、10月6日から10月25日と、戦場を離れ大阪城に帰還している。北関東では、5月初旬から8月にかけて、北条氏名を率いる北条軍と、佐竹義重、宇都宮国綱、佐野宗綱、由良国主 長尾秋ながらの間で合戦が起きた沼尻の合戦。佐竹義重宇都宮国綱は、秀吉と頻繁に連絡を取り合い、上杉影勝は、秀吉の命により品の出兵をし、北条氏を牽制している。一方、北条氏は、千年の家康との講和を発展させ、対、秀吉の公主同盟を結んでいた形跡があり、北条氏は本合戦の直後に、 小牧、長くての戦いに参陣しようとした動きがあった。四国では、6月11日に、長我壁元地下が、東郷は里保の東郷城を落とし、佐ぬ平定を成し遂げている、第二次東郷城の戦い。家康は、元親に、三加国を与えることを約束した上で都会して、摂津か、張馬を攻撃してほしい、8月19日付の本田。 正信の親や寿司宛の書状で、淡路、摂津、張馬としている。また、信ブは、高祖壁地下死体に、備前を与えるとしていると求め、秀吉も元親の動きを恐れて、小牧財人中に、大阪に帰ったりしている。6月16日に、滝川和益が、久喜義高の畑線と共に、信ブの長島城と家康の清州城との中間に、あった、蟹江城。 カシ城,城、前田城を海上軌道にて落城させると、織田信夫、徳川家康は即日反応し、7月3日にはすべて、落城せしめ、和増は、船で、伊勢に逃れた、蟹江城合戦。が秀吉は戦地にいなかったため対応が遅れ、伊勢に、橋場秀長、庭長ガ、堀秀政ら六6万2千の兵を集め、 7月15日に、尾張の西側から総攻撃を計画したものの、蟹江城が落城したため中止となった。8月16日に秀吉は、大阪城から楽天城に入る。8月28日には家康も岩倉城に入り、双方、楽天と岩倉において退陣するも小競り合いに終わった。同年九月、徳川家康方の菅沼正尻、星名正を、諏訪頼忠が、 木曽谷の妻御城に攻め寄せたが、木曽義政の重臣、山村義勝がこれを撃退した。九月九日には家康に降応した、笹成政が、能登国の末森城、石川県宝達清水町を攻撃、落城寸前にまで至らしめたが、前田利家の反撃にあって退却した末森城の戦い。九月十五日、時城、三重県津市に籠もっていた。 木造武聖ら織田軍が、ガモウジサ橋場軍と合戦を行い、橋場軍が勝利する。秀吉は、合戦から半年以上経った11月12日に、秀吉側への伊賀と伊勢半国の割譲を条件に、信夫に講和を申し入れ、信夫はこれを受諾する。信夫が戦線を離脱し、戦争の大義名分を失ってしまった家康は11月17日に、三河に帰国した。 信ぶは、伊賀と伊勢半国を活上させられ、伊賀は、脇坂康二、伊勢は、賀毛宇治里ら、秀吉法大名に分け与えられた。その後、秀吉は、滝川武尻を使者として、浜松城に送り、家康との講和を取り付けようと試みた。家康は返礼として、次男、小吉丸、結城秀康を秀吉の養子にするために、大阪に送った。こうして、小牧の役は終わった。 信夫、家康が秀吉と、それぞれ単独行はしてしまったため、紀州の西が州、根頃州や四国の長祖壁元地からは孤立し、それぞれ紀州攻め、四国攻めにより、天正十三年、1585年8月までに制圧されることになる。また、天正十二年、1584年11月23日、笹成政が、治療、富山を発し、 雪深い立山を越えて、浜松の家康を訪れ、秀吉への抵抗を促したが聞き入れられず、翌天正13年、1585年8月の富山の役で、秀吉に降伏した。これによって、天下の崇勢はさらに、秀吉政権確立へと進んでいくこととなったが、この頃の秀吉は、家康を武力により討伐することを諦めず、家康性伐を抗言していた。 家康と講和した後も、秀吉は再選に向け、1年以上かけて体制を整えていった。秀吉法医網がが返していくのと、同時期に、秀吉は、二条秋雨と、この江晋介との間で朝廷を二分して、紛糾していた、関白職巡る争い、関白総論に介入し、天正13年、1585年7月、この江崎久の勇士となって、関白宣言を受けた。 また、美濃国王が騎乗に十五万人の大軍のための兵糧を備蓄。地位、戦力ともに、家康を圧倒し、いつ決戦に臨んでも良いところまで体制を整えていった。一方の家康は、天正人後の乱の後、北条氏と結んだ、同盟条件に基づく上野国沼田、群馬県沼田市の割上で、沼田を領有していた、品野国上田城主、真田正幸と対立。 正幸が、上杉氏、秀吉方に帰属して抵抗し、これに手を焼いていた、第一次、上田合戦。またこの頃、家康は、背中の腫れ物の病で苦しみ、一時重篤に陥っている。さらに、実はこの頃、徳川市の両国では、天正11年、1583年から12年、1584年にかけて起こった地震や大雨に、 戦役の負担が重なって、両国経営に深刻な影響が出ていた。特に天正11年、1583年5月から7月にかけて、関東地方から東海地方一円にかけて大規模な大雨が相次ぎ、徳川市の両国も50年来の大水、家ただ日記に見舞われていた。その状況下で、豊臣政権との戦いをせざるを得なかった徳川市の 両国の打撃は深刻で、三河国田原にある龍門寺の歴代十字が記したとされる、龍門寺四度頃時期には、天正十二年、1584年に、小牧、長久手の戦いで、多くの人々が動員された結果、田畑の後輩と基金を招いて残された老将が、自ら命を絶ったと記している。徳川氏両国の後輩は、豊臣政権との戦いの継続を困難にし、 国内の立て直しを迫られていた。こうした中、天正13年11月13日、1586年1月2日、徳川家の実質ナンバーにだった石川和正が出本して、秀吉に帰属する事件が発生する。この事件で、徳川軍の機密が筒抜けになったことから、軍勢を刷新し、武田軍を見習った者に改革したという。 するがみげこのような状況から、当時、家康は、偶然の明かりだと見られていた。ところが、天正13年11月29日、1586年1月18日に、列島の中央部を天正大地震が襲う。マグニチュード M8 クラス最大震度6だったとされる。この時の地震による被害としては、 富山県高岡市の木船城は陥没し、城主、前田秀継、利家の弟が死亡。岐阜県白川村の菊も城も城下もとも埋没し、このため城主内賀島市一族が滅亡。このように被害は中部、東海、北陸の広範囲に及んだ。この時秀吉は大見国坂も途上にいたが、あまりの恐ろしさに、すぐに大阪城に逃げ帰ったという。 国際日本文化研究センターの磯田同士、准教授は、天才から日本史を読み直す、中高新書で、この地震を、近世日本の政治構造を決めた使用目の大地震、だったと指摘。この地震がなければ、家康は2ヶ月後に秀吉の大軍から総攻撃を、受けるはずだったとしている。天正12年、1584年の小牧、長久手の戦いで、 局地戦では勝った、家康だが、その後の秀吉は秀吉包囲網を破壊させ、紀州や四国など半島を飛躍的に拡大し、悲願の軍事力には大きな差がついていた。戦争に突入すればその後のご北条氏のように、家康には滅亡の可能性すらあっただろう。ところが震災で、秀吉の対家康前線基地の大垣城が全壊消失。 同盟軍の織田信夫の長島城も倒壊したという。秀吉軍を展開させるはずのみの、尾張、伊勢地方の被害が大きく、戦争準備どころではなくなっていた。一方の家康側は、この地震により岡崎城が被災したが、両国内は、震度4未以下だったという。もっとも天正大地震以前に、大雨や小牧、 長久手の戦い等への両民動員で、徳川氏の両国は荒廃しており、家康にしても、豊臣政権との戦いどころではなかった。秀吉は、家康政伐を中止して、和解路線に転じ、一年近くにわたる交渉を経て、天正十四年、1586年10月27日、家康は、大阪城において、秀吉に越見し、初代名の前で、 豊臣氏に侵入することを表明。豊臣政権ナンバー2の座を確保し、将来に備えることとなる。通説である、三望本部や花見は、迂回作戦の発起を、池田恒大記の検索としているが、異なる意見も出ている。岩沢は、秀吉が、庭長秀に宛てた四月八日付書状を吟味した上で、三河振興作戦は、池田恒大記の強弁な検索ではなく、 秀吉が構想していた作戦を常沖が意を組んで、進言したと述べている。谷口はこれを進め、迂回作戦の主導権は、常沖ではなく、秀吉にあったとしたうで、喜水軍も加えた、水陸両用作戦を計画していたとする。参謀本部や花見は、1584年に結ばれた、橋場秀吉と徳川家康の講和を形式的なものだったとみなし、 1586年の家康上落によりやっと復従したと見ている。ただ、秀吉が脇坂康二に宛てた書状には、秀吉は徳川方から織田信夫、信長の次男の娘、家康の長男と弟らを人質に出す和睦案が出されたが、一度拒絶したと記述されている。申し出この上で、秀吉は信夫の領地を奪って、勢いを増し、信夫は、 家康という外援者により、良いを損したのみ、そして、家康は有形に得るところはなかったが、無形の性暴によって計り知れない、利益読、後年の玉成を予約したと述べている。これに対し、後部は1584年の講話で、家康が秀吉に人質を差し出したことをもって、服従の姿勢を見せたとし、1586年の、 上落は復従の最低条件が引き上げられたからだとしている。そして、秀吉が家康に遮られて、軍事的征服路線から伝統的国政、活用路線への転換を余儀なくされたという説を否定している。さらに、近年では、片山雅彦が、秀吉が家康を軍事的に屈服させきれなかったために、1586年の上落後も、 秀吉と家康の間には主従関係が形式的な形でしか成立しなかったとしている。このため、家康は北条氏との同盟関係を引き続き存続させて、秀吉と北条氏の間では依然として中立の立場を保持する一方、秀吉は徳川氏の軍事的協力と徳川領の軍勢通過の許可がない限りは、北条氏の軍事攻撃は不可能になった。その結果、 秀吉は、西国平定を優先して東国に対する、軍事的な平定を先送りする方針を取り、東国に対しては家康を介した、総無事政策に、意挙せざるを得なくな。家康が秀吉に完全に服従したのは1589年ぐれに、秀吉が、北条氏討伐を宣言して家康がこれに応じ、さらに翌1590年に入って家康が三難、長丸。 後の徳川秀忠を実質上の人質として上落させ、北条氏討伐の先鋒を務めた時であるとしている小田原征伐。関ヶ原本戦において徳川氏の主力は合戦に参加することができなかった。このため、奇襲により橋場軍別動隊を壊滅に追い込んだ小牧、長久手の戦いは徳川家で検証の対象となった。終わりにおいては、 家康旧男の藩主義事家は、長く手古戦場に自ら調査に行くほどの興味を示した。また、終わり藩士の調査によって次々と石碑が建てられ、藩士による合戦記も編纂されている。紀伊藩では、家康十男の藩主よりの部は、小牧、長久手の戦いにまつわる合戦記を収集し、宇佐見貞助などの軍学者に命じて、 屏風や廃人図を描かせたり当時をよくる者に合戦記を書かせたりしている。来三洋の日本外史に河野天下を取る大阪にあらずして関ヶ原にあり関ヶ原にあらずして小牧にありと小牧長久手の戦いこそが徳川家康の天下人へ押し上げた原動力になったことを述べている。書籍論文楽しくご覧になりましたら 購読と良いです。クリックしてください。